法の精神は、フランス人の啓蒙思想家、シャルルド・モンテスキューによって執筆され、1748年にジュネーブで出版された政治哲学の著書である。日本では、権力分立を定式化した著書として有名だが、その論点は、政治学、法学、社会学、人類学など多岐にわたっている。なお、誤解が多いが、本書中では、 権力が3権のみならず、4権ないし5権にまで分立すべきである旨が示されている。モンテスキューは3000以上の引用句を含む、この長大な論考のための調査と執筆に、ほぼ20年を費やした。その中で、彼は、立憲主義、権力分立、奴隷制廃止、市民的自由の保持、法の規範などを主張し、さらには、政治的、法的諸制度は、 それぞれの共同体固有の社会的、地理的特質を反映したものであるべきだということも主張した。法の精神は、法の精神について、あるいは法が、それぞれの生態、宗族、気候、宗教、商業などと取り結ぶべき関係についてという署名で1748年に出版された。検閲家での出版だったため当初は、匿名で出されていた。 法の精神の用語出版されると、以降2年間だけで20以上の番を重ね、大きな反響を巻き起こした。すぐさま保守勢力や教会勢力からの批判を呼び、1751年には、禁書目録に加えられた一方で、ダランベールが賛辞を寄せたように、百科前書派からは称賛された。とはいえ、同派内にも、モンテスキューが、貴族政治に、 好意的だったために非難する者はいた。また、彼の風土決定論というべき理論にも批判が寄せられた。そこで彼は、こうした批判に応えるべく、1750年に法の精神の用語を発表した。他言語への迅速な翻訳によっても助けられる形で、フランス以外にも影響を及ぼしていった。例えば英語版は、初版の2年後にあたる1750年に、 トマス・ナジェントによって上司されている。彼の権力分立論は貴族の役割を重視するものであったが、その骨格は民主主義政治においても適用可能なものであった。それゆえにアメリカ合衆国憲法の枠組みやフランス革命中の1791年憲法の制定にも多大な影響を及ぼしたのである。全2巻6部31編からなる。第一巻。 第2巻モンテスキューは3つの政治システムを取り上げ、後半に論じた。その3つとは、共和制、君主制、先制制である。共和制的システムは、彼らがどのように市民的諸権利を拡張していくのかに依存して目まぐるしく変わる。相対的に広く権利を拡張していく場合には、民主主義的共和制となるし、より狭く束縛しようとする場合には、 貴族政治的共和制となる。君主制と先生制,制の区別は、統治者の権力を拘束し得る、中間勢力が存在するか否かに依存し、存在する場合には、君主制しなければ先制制となる。モンテスキューによれば、それぞれの政治システムの定流には、彼が基本原理と呼んだものが存在していなければならない。それは、体制を支えたり、 その機能を円滑に運用する点で市民の行動の動機づけとなるものである。共和制にとっては自発的に知るよりも公益を優先しようとする特がそれにあたる。君主制においてはより高い地位や特権を求める欲求、すなわち名誉がそれである。先制制では支配者がもたらす恐怖を刺す。そして任意の政治体制は仮に その適切な基本原理が欠けていれば存続できないのである。モンテスキューはこの例としてイングランドの例を挙げている。ピューリタン革命の後、かの国が共和制を打ち立てることができなかったのは、そのために必須だったはずの徳が欠けていたからだというのである。法の精神の二つ目の大きなテーマは、政治的自由とそれを保持するための最良の手段に関するものである。 政治的自由とモンテスキューが言うとき、それは対応、個人の安全もしくは各人がその安全のうちに持つ見解から生じる心の平静を意味している。彼はこの視点を政治的自由に関する二つの流見と区別している。その一つ目は自由が集団的自知の中に存する、つまり自由と民主性を等価とする見解である。二つ目は自由とは 一切の束縛を受けずに発することが何でもできる状況の中に損するという考えである。モンテスキューは、それらのビューは共に真実でないばかりか、自由の敵になり得ると考えていた。政治的自由は、先生制性の下では実現できないものであり、保障されたものでないとはいえ、共和制や君主制では可能になるのである。一般に、確固たる土台の上に、 政治的自由を確立するには、次の二つのものが必要になる。まず一つ目が、統治権力の分立である。モンテスキューは、ジョン・ロックの、統治二論を基礎において、修正を加えつつ、立法権、司法権、行政権はそれぞれ分有されるべきであることを論じた。任意の権力が政治的自由を犯そうとすれば、別の権力が成長できるからである。彼は、 イングランドの政治制度を広く論じた中で、どのようにすれば、君主制の中においてさえもこれが達成され、自由が保障されるのかを示そうとした。同時に彼は、権力が分立していなければ、共和制においてさえも自由は保障され得ないことも述べた。二つ目は、個人の安全のために民法と刑法が適切に制定されることである。ここで、彼が思い描いていたのは、 現在の我々が言うところのデュープロセスに関する、諸権利、すなわち公正な裁判を受ける、権利、有罪が確定するまでは無罪である権利、罪下と刑罰の均衡などである。これとの関連において、モンテスキューは、奴隷制の廃止や言論、結社の自由についても論じている。法の精神の3番目の大きなテーマは、法社改革の領域に関わるものであり、 多かれ少なかれ彼がその創始者と位置づけられることもある。事実、論考の大部分は、地理や気候がどのように人々の精神を生み出す特有の文化と作用し合っているかということに関わっている。ここで言う、精神とは、ある土地の人々を他の土地とは異なるその土地特有の社会制度や政治制度へと向かわせるものを指している。この点について、 後代の論者たちは、しばしば、モンテスキューの議論を、赤道からの距離でもって、法の違いを単純に説明するものだと揶揄した。しかし、法の精神で展開されている議論は、そうした図式よりも、はるかに鋭い分析が多く含まれている。もちろん、彼の主張する事例には、現代の視点からは、キーに見えるものが多いのは確かで、ある。しかし、にもかかわらず、 自然科学的視点から政治学へのアプローチを行うという彼の手法は直接、間接を問わず政治学、社会学、人類学などの分野に多大な影響を及ぼした。中でもアレクシ・ド・トクビルはモンテスキューから強く影響を受けた人物である。彼のアメリカの民主政治からはモンテスキューの理論をアメリカ政治研究に適用しようとしたことが伺える。 本書においては、江戸幕府が先生制性の典型的な例として挙げられている。モンテスキューは、日本では虚偽の申し立てや金銭賭博ですら資材となるが、生まれつき死を軽視し、ふとした気まぐれからでも腹を切るような人々は、残虐な刑罰であっても慣れてしまうのではないか。またはずべき快楽にふけっていた皇帝が、ある庶民の娘を気に入って、子供を得たが、その子は、 多くの女たちの嫉妬から考察されてしまった。その犯罪は公になれば、血の雨が降ることになるため皇帝には隠された。法律の残虐性は、その執行を妨げると、日本における江戸幕府の政治体制について述べている。ありがとうございます。